これ過渡的な政党だと思ってんで、うん、まあ明日また口頭注意受けるかもわかんないけど、うん、グローバリズムの尻尾を引きずってんです正直。いや、本当にそうですね。アメリカのあのディープステートの戦争への傀儡と、それからあのもう一つは、うん、金融資本の傀儡。だからまさにおっしゃったように、うん、極左グローバリストなんですよ。ですよね。ええ、で、うん、この極左グローバリストを徹底的にあの消さなきゃいけない。だから次はこの指止まれてですね、うん、日本弱体化装置である消費税をなくす、うん、それから命を守る、さっきおっしゃったここでは言いにくい例のやつですね、うん、あれはあのジェイソン、うん、あジェームズ・ロガスキーさんの言葉を借りれば、うん、生物化学兵器ビジネスなんですよ。そうなんですね。化学兵器ビジネス、まあ、あの条文何回も読んでも、うん、でもうそれとしか言えない。もう人口調整も確認しちゃうからね。そうです。だからまさに自分を神だという、もう恐れを知らない人間たちなんです、うん、で彼らの特徴はですね、でもこれご覧の方に特徴が必ずあるんですよ、うん、彼らは暗くて冷たいんですよ、うん、そして今だけ金だけ自分だけだから、うん、必ず内輪もみするし、うん、それからこの頃は自分で誇るんですよノルドストリーム1-2だってですよ、うん、あれ僕は APPF アジア太平洋銀フォーラムでも講演して、うん、あれ誰やったんだっつったらみんなシーンってするんですよ、うんうん、日本 EU 会議でもノルドストリーム誰やったんだって、うん、やるって言ってたのがいるだろうとあれだろうって言うと、うん、あなたそんな恐ろしいこと言っていいんですかって言われるんですよ暗くて冷たくてバカなんですよ、ね、暗くて冷たくてバカは滅ぶしかないんですよ、うん、でただ日本でちょっとあれなのはもう30年間そういうのが染みついてるから、うんうん、それが保守の顔をしてるんですよ。傀儡、傀儡まずぶっ潰さなきゃいけない。国の総理を選ぶっていう時に必ず1から3位は、うん、あの傀儡が出てくるわけです。でも逆に言うと、僕らから言うと向こうをディバイダンルールしなきゃいけないんです。こっちが向こうからディバイダンルールされちゃダメなんです。あの和みを持って尊しとなすっていう聖徳太子の、よく馬淵大使がおっしゃいますね、うん、大和心と、うん、ここに帰っていくべきなんですね。